方様、何やら下級のご用件ありとのことですが。うむ、この度わしは、波岡御所を攻め落とすつもりなのだが、そなたは、この銭で無頼者を集め、あらかじめ波岡の城下で乱取りをさせよ。乱取りに、ございますか？それは、何故にでございますか？ふふふ。それはだなぁ、城に詰めている兵どもが、城下で留守を守っている、家族が乱取りにあっていると聞けば、持ち場を捨てて家族のもとに、駆け込むに決まっているからじゃよ。御所様に同情してしまいそうです。今、何か言ったか？いえ、何でもありませんです。はい。そうか。では、直ちに乱取りの手配をするように。ははぁ。あれ？何か大事なことを忘れているような。まあ、いっか。こうして、波岡城を攻め落とし、城主の波岡明村を自害に追い込んだ、大浦為信であったが、波岡明村に娘を嫁がせていた、安藤千香への怒りを買い、一時的にとはいえ、その後の津軽独立に向けた中央工作に、支障をきたすことになったのであった。皆さん、おはこんばんにちは。解説役のゆずきゆかりです。同じく、おはこんばんにちは。聞き役のきずなあかりです。今回の歴史雑学は、陸奥の国の戦国武将である、津軽為信の解説になります。確か、主家である、南部家の内紛に乗じて、津軽地方を自領として、主家から独立した武将なのですよね。はい、その3で解説した、松前義弘と同じく、一家臣から戦国武将として、自立した武将の一人となります。が、あう、何か、いやあんな予感が。津軽為信は、表向きは、主家に逆らわず、穏便に独立した松前義弘と逆の手段。つまり、武力によって、主家の領地を切り取って独立しました。うん。知ってた。さて、津軽の英雄とも、奥州の共有とも評価が分かれていますが、江戸時代、近世大名として、陸奥の国、津軽藩の藩祖となった、津軽為信について、詳しく解説していきます。なお、簡潔にですが、津軽為信の主家であった、南部家についても解説します。これより、津軽為信の解説を始めます。津軽為信は、天文19年1月1日、陸奥の国、三戸南部家の家臣であり、大浦為信の弟にあたる、大浦盛信の子として生まれた、とされています。それはどういうことなのですか？この大浦盛信は、津軽藩が、享保16年に編纂した、津軽一等氏と、津軽家側の資料にのみ記されているだけなので、盛信は実在の人物ではなく、初代為信が南部家所流の出であることを否定した伊賀為だけに、津軽家により、作られた人物とする説があります。実際、津軽一等氏においても、堀越城主の武田家に養子に入ったこと、兄、大浦為信に代わって政務を取り仕切ったことくらいの記述しかありません。そして、南部家側では、為信は南部家所流の出であるとしているのですね。なんと言いますか、この時代の常とはいえ、為信も、出自がはっきりとしていない武将の一人だったのですね。何はともあれ、為信は、令60年に、叔父、為徳の婿養子となり、大村家の家督を継ぐことになります。確か、津軽一等氏では、為徳は、同年3月16日に亡くなった、と記されていますね。さて、大浦家の家督を相続した為信ですが、津軽統一に向けた戦いを始めます。まず、元亀2年5月5日に石川城を攻め、当時の南部家当主の叔父にあたる、石川貴信を自害させます。ただし、この自害は、後に思わぬ事態を招くことになりましたが。どんな事態を引き起こしたのですか？当時、
高信の長男が南部家当主の婿養子となり後継者とされていたのですが、その当主に実子が生まれたことで養父に認められるという不遇の時期での実家時代、為信に対して相当な恨みを抱いたようです。もっとも明治44年刊行の南部史料ではこの時の高信は大浦軍を撃退して津軽を平定したとありますけどね。さらに一説ではこの当時の高信は後継者争いで南部家当主と対立しており、南部石川家を弱体化させるため為信に津軽を攻めるようにそそのかしたともありますね。とはいえこれを奇化とした為信に津軽を奪われちゃったのだからもう救いようのない悪手を取ってしまったとしか言いようがないですね。天正2年8月13日大高地城を攻めますが、城代の滝本重幸の強襲により敗走させられました。まあ天正4年1月1日新年で油断していたところを攻めて大高地城を開城させましたけど、あははは、まるで織田氏春みたいな城攻めですね。続けて天正6年7月20日動画冒頭の寸劇パートのようにフライモノを使った放火、学乱により浪岡城を落城させて浪岡御所こと陸奥の国の名門浪岡北畑家の当主である浪岡秋村を自害させましたが、うわぁ、何かオチをつけた感じがします。で、出羽の国の戦国武将で浪岡秋村に娘を嫁がせていた安藤近末の怒りを買いました。うん、知ってた。安藤家を怒らせた結果天正7年7月4日六波川合戦が勃発。安藤家の命を受けた檜山六郎及び七郎兄弟を中心に北畠顕徳や滝本重幸も参陣、大村方の諸城を攻め立て為信を窮地に追い込みましたが、敵軍の油断を誘うことで辛うじて勝利を収めました。その後天正13年3月に油川城を攻略、これにより為信は平賀軍、花輪軍、日向軍の津軽三軍を手中に収めました。その直後、盟友との絆に亀裂が入る事態が起こりましたが、その戦いの後、家督相続の直後から吉見を結んでいた出羽の国の最上家より最新の中央情勢が為信のもとにもたらされました。それはつまり今日の絵てこう、ゲフンゲフン、豊臣秀吉が台頭してきたことを伝えてきたのですよね。はい、その情報を受けた為信は名実ともに津軽の地を治療とするためには秀吉に取り入ることが必須であると考えます。なるほど、それで為信は秀吉に謁見するために上洛するのですね。ただしこの上洛はとてつもない困難を伴いました。まず天正13年8月に海路で上洛しようとしましたが、途中暴風に遭い蝦夷地松前沖まで流されてしまいました。それでも上洛を果たそうとして翌年の天正14年に大宇国境にある矢立峠を越えて上洛しようとしましたが、安藤家方の避難やさり家に妨害されてしまいました。さらに天正15年には2000の兵とともに南部領の強行突破を試みますが、南部家側に阻止されてしまいました。そして天正16年には秋田口からの強行突破を試みましたが、今度は安藤家側に阻止されてしまいました。ただ上洛するだけなのにこれほどの困難があったのですね。ですが天正17年になると大きな転機が訪れました。それはどんな転機だったのですか？その転機とは安藤家家中にてお家騒動が激化したことです。うわぁ、王の武将たちはお家騒動が好きなんですね。
その安藤家でのお家騒動の際、南部家側は反当主側を支援したため、安藤家当主の安藤兼次は激怒し、敵の敵は味方とばかりに、南部家と敵対していた為信と和睦してしまいました。これってつまり、為信の前に上洛への道が開かれたということですよね。はい、為信自らではなく家臣を上洛させましたが、秀吉に津軽三郡を本領として安堵させることに成功しました。一方の南部家側はお家騒動の真っ最中の上、安藤家と激しく対立中。一体何をやっているのでしょうね。天正18年3月、為信は南部家に先駆けて小田原征伐のために駿河の国三枚橋城に滞在していた秀吉に謁見したことで、南部家側が主張した総武事例違反による討伐を回避したばかりでなく、独立大名として認められることになりました。なるほど、こうして為信の津軽独立の執念が実ったのですね。なお、為信は南部家所流の出であることを否定するため、家督相続時に本姓を清和源氏義光流の南部氏から奥州藤原氏に変えていますが、上洛した際に藤原北家の一門である近衛家に接近、その有志にしてもらい、本姓を藤原北家近衛流に変えています。それと同時に家名を大村から津軽に改名しています。なるほど、改名によって津軽の支配者は自分だと明言したのですね。その後の為信は久野辺正胤の乱や雲木の駅に産地にしています。慶長3年8月18日の秀吉御所は今後の情勢を静かに見守っていたようですが、慶長5年9月15日に勃発した関ヶ原の戦いでは、為信と三男の信平は東軍として大垣城方面に参戦、嫡男の信武は豊臣秀頼の小小衆として大阪城に在城していました。どちらが勝っても確実に生き残る策を取ったのですね。もっとも、為信の留守中に国元で謀反が起きていましたけどね。そして徳川幕府の創設後、京都で病に伏せた信武を見舞うために急遽上洛した為信でしたが、慶長12年12月5日に逝去、享年58歳でした。確か信武も2ヶ月前の慶長12年10月13日に享年34歳で他界しているのですよね。ええ、そのため家督相続をめぐって三男の信平と信武の意地との間で津軽騒動と呼ばれるお家騒動が起きてしまいましたが、さて戦国武将の実力、111人の通信簿での評価ですが、時勢を読む先見性と統率力が高く評価されています。家臣に謀反を起こされていますけどね。そ、それは言わない約束で、次に統治力と義理堅さですが、まあ義理堅さはお察しの通りということで、あははは、こうして見るとある意味戦国武将らしい生き様であったと思いますね。ええ、それについては同感ですね。さて、為信以後の津軽家ですが、残念なことに為信の男系男子による家督継承は10代で途絶えてしまいました。徳川御三家みたいに分家を作っていなかったのですか。もちろん幕府の指示で分家して、後に師範の黒石藩士になる黒石津軽家や、代々津軽藩家老を務めている桃助津軽家がありましたが、これらの分家も男系男子での相続が途絶えてしまいました。初代為信だけでなく津軽家自体も波乱に満ちていたのですね。さて、武家から養着子を迎えることで明治維新を迎えた津軽家ですが、それまでに起きた大きな出来事といえば相馬大作事件が挙げられますね。確か今でも津軽と南部の仲の悪さを説明する際にその一例として挙げられることが多い事件ですよね。はい、文政4年4月、
積年の因縁により暴発した南部藩士数人が、参勤交代を終えて両国に帰国途中の津軽家旧代津軽安親を暗殺するために大砲や鉄砲を用意して待ち伏せしていたという暗殺未遂事件になります。大砲はアウトだよ。ええ、その待ち伏せ場所が秋田藩内の時点でアウトでした。結局密告により事態を把握していた安親一行は別ルートを通ることで難を逃れ、事件の首謀者である下戸前秀之進は迷惑がかからないようにと南部藩を出奔、江戸に隠れ住んでいましたが幕吏に扮した津軽家の家来に捕らえられ、江戸千住の小塚原刑場で獄門の刑に処せられました。確かこの時の南部家は相続したばかりの当主が将軍へのお目見え前に急逝、武士断絶を阻止するために当主替え玉相続作戦を行っていたのですよね。ええ、その当主替え玉相続作戦中での自藩藩士による他藩藩主への暗殺未遂、そんな南部家にとってありがた迷惑どころかお家取り潰しされかねないほどの寺迷惑な行動だったと言えますね。次に津軽家出身で歴史上有名な人物になりますが、津軽地方では名君として8代津軽信明、11代津軽行次が語り継がれてますが、ここでは2代津軽信平を挙げることにします。それでその信平という人はどんなことをしたのですか？まず父為信の意志を継いで弘前城を築城、現在の弘前市の基礎を築きます。さらに蝦夷地から上方江戸との交易路を開設するため陸奥湾の奥に港を構築、この港町が現在の青森市へと発展します。なるほど、信平は藩主として津軽地方の開発に邁進していたのですね。ええ、特に青森港は北前船に代表される海鮮でにぎわったそうです。こうして見ると信平は現在の青森県の基礎を築いた人物と言えますね。さて明治維新における津軽家についてですが、松前義弘の解説動画でも述べた通り、津軽家も朝敵となった会津藩と庄内藩も社名を新政府に嘆願するために開かれた白石列藩会議に家老を派遣しています。その後尾上列藩同盟が結成されると津軽家は同盟に参加しますが、その2ヶ月後には同盟から脱退してしまいました。すると津軽家は佐竹家のように同盟軍から攻撃を受けたのですか？同盟からの脱退後新政府に組みしていたようですが、同盟とも敵対しないように中立的な行動をしていたようです。その例として新政府の命令で津軽家は佐竹家に援軍を派遣したのですが、補給や医療の後方部隊だけを派遣したそうです。それって同盟側に知られたら攻め込まれてしまうような事態なのでは？もちろんこの津軽家の出兵は同盟に知られてしまい、同盟側の南部家より質問されますが事実無根として一蹴してしまいました。南部家に対してだけ強気に出られる津軽家でした。その一方で庄内藩には援軍を派遣して、庄内藩から南部家に対して津軽家を攻撃しないように依頼させることにも成功しています。生き残るためとはいえここまで内股強奪的な行動をしていたとは。その後東北戦線において新政府軍が優勢になると、津軽家はそれまでの日和見をやめて新政府軍に加わり、秋田戦線にて庄内藩と戦いますが、あははは、あの庄内藩相手ですからきっとオチはあっさりと庄内藩にフルボッコにされてしまいました。ですよね。なんとしてでも華々しい実績が欲しい津軽家はすでに新政府に降伏していて、南部家領の野辺地に攻め込みましたが、相変わらず南部家に対しては強気ですね。まあ南部家に返り討ちにされズタボロにされましたけどね。返り討ちにされちゃうなんて、
マイナス実績だけが増えてく。戊辰戦争も大詰めになりつつある明治元年10月には、旧幕府軍の蝦夷地への北進に慌てた新政府からの命令により、津軽家は函館に出兵しました。ここで、3度目の正直とばかりに白星を挙げるのですね。むしろ、2度あることは、3度あるを地でいくような負けどぶりでした。これはもう、笑うしかないですよ。何しろ、当時の津軽藩主である、12代、津軽嗣昭の実家であった、肥後細川家は、この惨状を見かねて、援軍を送ったほどでした。戊辰戦争の最終局面にあたり、函館総攻撃の際、松前藩兵と一緒になって、戦勝者を虐殺してしまうという愚行をやらかしましたが、戊辰戦争後に、昇天禄1万石を得ることができました。あれ？戦果はともかく、参戦した数と比較して、昇天禄が低くないですか？これは、戊辰戦争において、津軽藩領が戦場にならなかったので、昇天禄は、1万石相当と評価されたためと考えられますが、ウプ主的には津軽家が取った。内股公約的な日和には新政府に嫌われていたことから、低い昇天禄になったと考えているみたいです。あははは。それは考えすぎと思いますけど。なお、戊辰戦争後の津軽家は、明治2年6月に藩籍奉還を実施。明治4年7月には廃藩置県が実行され、明治17年7月の家族令により伯爵に除されました。それから、津軽家は、常陸宮妃殿下のご実家になりますが、妃殿下のお父上は、尾張徳川家の分家から、養子子として津軽家に入られています。明治維新における津軽家については以上になります。引き続き、奥州市沖以後の南部家についての概説になります。さて、奥州市沖以後の南部家についてですが、南部家25代、南部春継の旧姓に伴う、南部家一族内の家督争いでの混乱が、奥州市沖後の天正19年9月まで続きました。はい、為信が津軽で暴れているのに、そんなことをしている場合じゃないでしょうが、まあ、南部家も、それなりには色々と手を打っていたみたいですけど、為信の方が一枚上手だったということで。関ヶ原の戦い後、為信以後の津軽家のパートで解説した通りの両家の確執や、幕府裁定による分割相続、投資替え玉相続作戦などがありましたが、おおむね、大きな変化もなく、戊辰戦争を迎えます。ですが、旧幕府側に組みした結果、原点を押されてしまいました。それで、その後の南部家はどうなったのですか？新政府に70万両を支払う約束で、丘陵の盛岡に復帰しましたが、明治3年5月、借金返済不能により、自ら廃藩しました。それじゃあ、南部家は家族になれなかったということですか？旧大名家が家族になったのは、明治2年6月の藩籍奉還からなので、明治3年時点での南部家は、すでに家族になっていますね。それで、明治17年7月の家族令で除された爵位は何なのですか？除された爵位は、津軽家と同じ伯爵になりますね。ちなみに、八戸藩主家及び蔵前支給の七戸藩主家は、子爵に除されています。ところで、黒石津軽家は、どの爵位に除されたのですか？ですね、黒石津軽家も子爵に除されています。それと、前回簡潔に解説した、秋田家も子爵に除されています。なるほど、藩籍奉還時の旧大名家は、最低でも子爵に除されたのですね。まあ、諸不在藩主家の三河林家のような例外はありましたが、あかりさんの言う通り、旧大名家には、戊辰戦争後の石高や新政府への貢献度を基準にして、対応する爵位を与えています。さて、若干脇道にそれましたが、
奥州仕置き後の南部家の概説は以上になります。この後、次回、雑学動画の予告になります。さて、次回その7は戦国武将である立花宗茂の解説になります。おお、今回に続いて次回も戦国武将なのですね。はい、同じ戦国武将である最上義満を先に解説しようかと迷いましたが、立花宗茂についてのエピソードが多いのでその7で解説することにしました。ということは最上義満はその9で解説となるのですか？はい、そうなります。それと次回以降の歴史雑学は次の通りに考えています。おお、その11まで決めているのですね。まあ時折別シリーズの動画を間に挟みますけどね。次回以降の歴史雑学は以上になります。確か兵器についての解説動画を立ち上げる予定があるのですよね。ええ、そのために次のように背景画像をツイッターで募集しています。なるほど。それで初回の兵器解説はどの兵器になるのですか？ですね、初回解説については F4 ファントム2、F15 イーグル、F35 ライトニング2のうち投稿画像が5枚以上になった戦闘機で考えています。ご投稿のほどよろしくお願いいたします。今回の歴史雑学その6は以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。